こんばんは。こんにちは。清流です。台湾情勢が思った以上に緊張感が高まっています。緊張感のある状態を作り出しているのはもちろん中国なんですけれども、そのため台湾の外交部長がはっきりと台湾は中国との戦争を準備しているとメディアの前で語りました。そしてアメリカも準備を始めています。それはグアムにアイアンドームを設置したことからもわかります。アイアンドームは近距離を使用するロケット弾や迫撃砲弾を空中で迎撃するイスラエル製の地対空ミサイルです。今年の5月にパレスチナがイスラエルにとんでもない数のロケット弾を発射しましたが、結構な頻度で迎撃していました。パレスチナが人口密集地に着弾させることができたのは 3% だそうです。映像で見た人も多かったのではないでしょうか。アイアンドームは鉄の天井と言われていますが、確かにそうですね。これをアメリカがグアムに設置したそうです。そして日本を振り返れば、憲法9条を未だに改正することもできず、防衛予算も GDP の 1% 以内の縛りのままの予算で動いています。自民党の高市さんが先日言っていました。5兆円程度ではもう日本を守れない。日本独自で守らなければならない時に、直面した時にどうするかという最低限の必要なものを揃えておかなければいけないということは、現在の日本には最低限必要なものがないという状況です。最低限でいいのかという議論もあるでしょうけれど、この最低限のこともできない状況にあるのが日本の今の姿ですね。最近上海に中国の1号店となるコストコがオープンしたそうですが、半日で店を閉めたそうです。その理由が、店のパッケージされたお寿司やパンなどを勝手に客が食べ、さらには冷凍された肉を買い物の途中でいらなくなったのか、冷凍されない場所に放置し、その場所が肉汁で汚れた。そして中国では当たり前なのか、店内のゴミ箱におしっこをする人が多数。このような国の一部になってしまったらと想像したら、恐ろしい思いを感じました。憲法、そして国防について、衆院選も近いですし、考えていくべきですね。それでは今回はこの辺で終わりにします。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それでは
See you soon. Have a good day.